4月22日金曜日夜9時を回りました。リピートタイムです。パーソナリティのアイゼンです。アシスタントの姉でございます。ぬるっと、あ、今日なんかちょっと明るいですね。そうですよ、今日はご機嫌ですよ。ご機嫌ですか。ご機嫌です。あー、なるほど、はい、いろいろご機嫌なお話がいろいろある感じですか。はい、あるんですよ。なんて言ったっては今日、うん、ゲストさん呼んでるんで。ああ、なるほどね、はい、やっぱそういう時はぬるっとみたいな感じではない。ちょっとやる気のある姉を見せとかないとみたいな。見せとかないと見せとかないとって言ったね、今ね。今言っちゃったねこれね。はいはい、まあそんなわけでですね、今日はあれですよ、はい、久しぶりに、結構久しぶりに僕がもしかして結構楽できるかもしれない回です。そうですね、はい、大丈夫です今日は、はい、大丈夫です、うん、もう自信があります。やったはい、てのわけでですね、占い師の姉さんはですね、はい、今日は遠征休暇ということでですね、あ、まあ、はい、遠征休暇なんですね、はい、あっち行ったりこっち行ったりで、はいはい、死んでおりました。死んでおりましたはい、てなわけでさっさと行こうかな。はい、この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せ。俺かサラエゾードはい、地下鉄高等大公駅から徒歩2分、ハンター教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックミュージックスクールの提供でお送りします。はい、まあ順調ですね。順調ですね。はい、じゃあ一旦 CM です。看板系のココダは、僕たちペットと同じように車もご主人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわ。サンダーショート、はい、というわけで、はい、というわけで、はい、じゃあ今日はどういうあれになってるんでしょうかね。はい、はい、本日はですね、私が4月の24日で、7周年を迎えるんですけども、それに伴いまして、私にゆかりのある素敵なゲストさんをお呼びいたしました。それでは呼び込みさせていただきます。ハニさんでーす。はい、どうもー、よろしくお願いします。ホリでーす。イエーイこれはもう全然大丈夫だね。いやー、よかったよかった、うん、はい、てなわけでですね、私の方からホリさんの自己紹介をさせていただければと思います。はい、幅広いダンスジャンルの経験を生かして、ニコニコ動画や他動画サイトへの踊ってみた作品を投稿中。また大阪を拠点に関東、東北など各地でライブ出演等々で活躍中の踊り手さんになってます。なってますはいはい、てなわけでですね、今日はまあ、ちょっと私のね、ファンの方々とかは、ホリちゃんもう何度も一緒に踊らせていただいてますし、ゼロ番っていうのでも、ちょっと私のお宅の中でちょっと口有名みたいな方にはなるんですけど、まあ、ちょっと真ん中のところのコーナーもたくさん盛りだくさんなので、うん、サクサク今回は行こうと思います。はい、はいはいはい、てなわけで今日はよろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、それでは早速映らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、あれですね、ゲスト様が来たら、せっかくなんで一緒に参加してもらう例の恐怖の運命コーナーですよ。さようでございます。はい、占い師の先生は休暇中ですけどもね、はい、しっかり原稿は受け取っておりますのでね、はい、まだ未開封ですから僕も見てないですからね。はい、はいはい、じゃあ行ってみましょう。はい、それでは参りましょう。ジェニコ先生の中華なんか
結構普通。そうです、今日はやっぱ元気なところで。ああ、元気な、ね、ゲストさんもいるんでやっぱなるほどね、元気なとこ見せてくださいはい、はい、というわけでですね、はい、じゃ あ, これからですね4つの動物さんを言いますので、ピンときたものを、選んでくださいね。はい、それで新たな1週間が決まります。はい、いきますよ。はい、亀さん、ゾウさん、ウサギさん、パンダさん、はい、どれですか。ホリちゃんちなみに何ですか。パンダさんで。パンダ。ほう、はい、パンダさんで。マジか、はい、アイデンさんちなみに何ですか。俺じゃウサギさんで。あ、マジか、うん、じゃあ私ゾウでいきます。おー、はい、ってことは、うん、なるほど。じゃあまずは、じゃあ選ばれなかったカメさんからいきますかね。はい、はい、ではカメさんを選んだそこのあなた、はい、あ、なんかいいんじゃないこれ。あ、今回はね、多分尺があれだってことでね、短いので来てますよ。 ありがとうございます。はい、一行です。何事も可能だそうです。いや、これいいな、これな、カメさん。おー、いいね、さすがウサギに勝つだけあるな、これな。はい、ラッキーアイテムはカゴだそうです。カゴ、カゴ、はい、カゴね、はい、はい、ぜひカゴに入ってみてください。はい、猫、猫、猫。はい、はい、はい、じゃあ次はあれなんだっけ、アニちゃんなんだっけ、ゾウ。アニさんはゾウです。ゾウ、いや、じゃあ俺からいくか。俺なんだっけ、俺ウサギだな。はい、はい、じゃあウサギさんを選んだ、はい、そこのあなたは僕もです。噛んでるじゃないですか、ウサギちゃん。いい、ウサギちゃん、かわいい、かわいいじゃん。はい、いいんじゃんこれ。ね、褒められるからそのまま頑張れ、もうやったね。よし、褒めてもらおうか、みんなにな。はい、ラッキーアイテムはね、欲しい、欲しい、欲しい、スターですか。うん、そうだね、まあリアルな星もあれだし、うん、まあ、ほら、例によって意味が広いですからね。はい、はい、星的なものであれば何でも、はい、星型のものでもきっといいんじゃないですか、人手とか。はい、うん、はい、というわけで、はい、うさぎさんを選んだあなたは星を探しに行きましょう。はい。はい、じゃあ、じゃあ、やっぱりアネちゃん先に行こうかな。はい、はい、ゾウさんを選んだ、はい、アネちゃん&皆さん、はい、子供に戻ってみたら答えがある。任せてくれ。いや、これ戻ってみたらって言うよりとか、あんまり言うとまた怒られるから言うはない。こっちとらキッズやぞ。これ以上、これ以上どう戻るのかが知りたい感じですよね。いや、もう赤ちゃんまで戻るしかないですかね。じゃあ、そうだね、はい、はい、そんなラッキーアイテムですけど、はい、はい、紅茶だそうです。あ、お紅茶、じゃあ、はい、お紅茶でもたしなみながらキッズに戻ろうと思います。あ、はい、頑張ってください。はい、じゃあ最後ですね。はい、堀さん、はい、アンド皆さん、はい、パンダさんを選んだあなたです。はい、あ、いいんじゃん、なんか今回みんないいな、比較的な、期待して OK だそうです。 お、期待しちゃおう。はい、はい、でね、ラッキーアイテムはね、水晶だそうですよ。水晶、なかなか難しいな。水晶ね、誰か、誰か、差し入れお待ちしております。あ、水晶ね、水晶、皆さん始めちゃうじゃん、だって。そうだね、あんまりリアル水晶ってあんまり見たことないんだけど俺。確かにな。まあでも多分レイヨって意味が広いんで、水晶的なものだったらきっと何でもいいんじゃないかなと思いますよ。うん、うん、最悪ラムネの中のビー玉とかでもいい。うそ、マジか。広すぎ。あ、なるほどね。はい、てなわけでございました。はい、皆さんいい感じにね、今週もなるといいですね。はい、というわけで、さあ、ではいいんですか。はい、いいですよ。ですね、このあと私たちがザクザクご質問に答えさせていただくコーナーになるんですけど、はい、はい、事前にですね、まあ、大変申し訳ない話なんですけど、オファーをギリギリに堀ちゃんにかけてあげく、ファンの皆さんからまあ、このお話に触れてほしい話をみんなちょうだいっていうのを1日前に、もう本当収録の前日ですよ。に募集したのにもかかわらず、皆さん潔くご質問と出演に答えてくれた堀ちゃんにはマジで頭が上がらないんですけど、まあ、全責任は私にありますって話なんですけど、ここまでね、とりあえず。で、まあ、結局質問集めたら教えて姉ちゃん堀ちゃんコーナーになってしまったっていうことなので、うん、タイトルはもうこれでいこうと思います。はい、はい、はい、では、それではタイトルコール
私がさせていただきます。お、はい、それでは参りましょう。教えて姉ちゃんホリちゃんのコーナー。ここで SE どんどんバカブー、はいはい、それは分かんないよ。あのそこの今の姉様のセリフのところを、はい、なんかちょっと課題な感じにするだけかもしれない、ね。あ、わかりました。はい、はい、はい、はい。はい。ではでは、今回事前に、皆様に、ご質問、この話に触れてよっていうところを募集させていただいております。で、そちらを愛禅さんに選んでいただきまして、それぞれお答えさせていただくような企画になってます。はい、ドン。はい、というわけでですね、じゃあ、これを、いいんですか？はい。はい、いきますよ。はいはい、はい、じゃあ一つ目ですね、はい、はい、出会いは第一印象はということで石井さんからです。はい、はい、出会い、お、出会い、出会い、私覚えてます。出会い、私も覚えてます私が初めて大阪遠征に行った時のライブで堀ちゃんに初めて会いました。そうです、それが私初ライブやったんですよ ね、もう本当に初めてのライブでした。だからもう、まあ、いろんな意味で、まあ、お互いがその初ライブと私は初めてこう、うん、大阪にライブで出演させていただくみたいな回で、うん、第一印象、第一印象、ダンスめっちゃうめえダンスが照れちゃう、 そうめちゃくちゃうめえ。なんかさ、え、ギガンティックかなんか踊ってたよね。そうですね。だよね、ほら。踊ってました。覚えてるわ。すごい。やだー。そう。めちゃめちゃ、曲自体は知ってて、振り実は見たことなかったんですよ、私。はいはいはい、はいはい。なんですけど、初めてそこでほぼ見たぐらいの感じで、うん、え、この曲こんなかっこよくなるみたいな。めちゃくちゃ、いやー、嬉しい。めちゃくちゃ驚いたのが、すごく印象に残ってます。なるほど、なるほど、はい、なので第一印象、私も第一印象覚えてますよ、はい、え、何何覚えてます。可愛いですすごい可愛かったですありがとうございます。そう、初めて出会った時に私ホリちゃんが出待ちしてくれてたんですよ演者やのに演者さんなのに出待ちしてくれてたら覚えてますこれね、結構不思議なエピソードですよね。そうですね、なかなかないですよね、なかなかない演者が演者出待ち。めっちゃ好きですって言われたの覚えてます、そんな感じの私たちの出会いでした。でした、はい、はい、というわけでした。はい、はい、石井さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあどんどんいきますよ。はい、はい、次ですか。どうぞ。はい、じゃあ次はですね、こちらです。お二人は共に活動者さんですが、推しとオタクの関係でもあると思います。そこで、イベントなどでコラボされている時のテンションや思っていること、感じていることを熱く語ってほしいです、ということで、翔吾さんからでした。はい、さあどうでしょうか。いやー、これ、うん、広がっちゃうな。広がっちゃいますね、熱くなっちゃう。いや、熱い話できますよじゃあ先にじゃあ堀ちゃんから いいですか、聞かせてください。私ね、姉さん のオリジナル振り付けで挙げてられる、はい、丸の内サディスティック、めっちゃ関西弁になった。丸の内サディスティック丸の内サディスティックに思い入れがすごいありまして、はい、そう、それでね、やっぱり推しのオリジナルの振り付けなので、はい、その自身の二十歳の誕生日の時に動画を投稿させていただいたんですね。はい、そう、じゃあ、いや、ありがたい。そう、その直後にライブご一緒した際に、はい、姉さんの方から、はい、あれ一緒に踊ろうよみたいな感じで、いや、関西弁ではなかったんですけど踊ろうよとは言われてないんですけどお声掛けいただいて、はい、いや、なんかそれがね、もうお一人で完成してる振り付けを二人でコラボ作ろうよって言われたことにすごい感動したんですよね。ああ、じゃあ嬉しいですですはい、なるほどな。でもなんかもうあれはなんかこう一人よりも二人みたいな、うん、ところがちょっとなんかあったのと、あとやっぱドレスの色がね、ちょっと青とね赤をちょっとチョイス
してるんですよ、それぞれが。そうなんですよ。そうだから、ね、そういうところもね、ちょっとなんかえっといよな、うん、あの時姉さんが、はい、その姉さんのそのカラーが赤色っていうので、はいはい、そう赤いちょっと渋めの赤いドレスに赤い髪っていうのやったんで、はいはい、私も渋めの青いドレスに青い髪にしますって言ってあれでも本当に私も映像を見返して何回でもお気に入り の, あの映像です。いいですね、はい、で、まあ、あとは、テンションや思ってること、うん、何ですか、あの時のテンション、曲によりません、これ、うん、いやめっちゃそれですね、うん、結構私らあの曲に持っていかれる感じとか、ね、曲に乗るタイプのメンタルを曲に乗せていくタイプの脅威型っていうか、そのなんていうんですかね、あの曲に合わせるっていうか、うん、そういうところちょっとありますよね、確かに、うん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 、なんか、うんと、なんかイベントとかに関しては、うん、そのやる曲にやっぱりもうホリちゃんが言った通りでやる曲によってて、うん、あのなんか、ま、前にさやったなんだっけでってやつこれあのリハーサルの時も話してるんですけどこれ曲名がちょっと何やっけ、あの衣装は思い出せるんですよ、衣装は思い出せるんですよあれなんだっけ、なんかその曲があるんですけど、それとかは、なんかこう、まあ、楽しむみたいな気持ちでやってて、うん、で、逆にこの、丸の内サディスティックとか、あとシザーハンズとか、まあ、キンキンのライブで言うと、とかは、やっぱその、気持ちが、なんだろう、まあ、ホリちゃんだからこそ甘えられないみたいなところもあったりとかして。いやー。そう。で、シザーハンズに関しては、その、ブログにも書かせていただいたんですけど、うん、ホリちゃんが結構この、バツッバツッって、こう、キメッキメッっていう感じで、こう、うん、いい意味で硬い感じで踊るんですよ、うん、いい意味で硬い感じで踊るので、だから私は逆に女役だから、ホリちゃんと対局の柔らかい感じで女性っぽい感じをうまく出そうみたいなのとかが自分の中で毎回テーマとしてあって、うん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 、なのでやっぱちょっと私は逆にその真剣な曲の時はホリちゃんと踊る時はもう気が身が引き締まる思いです恐れ多いはい、っていう感じかな、感じですね、うん、うん、うん、なるほど、はい、なるほど何にも分かってないでしょ、いやいや、もう圧倒されてる感じですよね、本当ですか、はい、はい、いいと思いますよ、いいと思います、はい、はい、というわけで、じゃあ、しょこさんでしたね、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょうかね、はい、次はですね、では、はい、堀ちゃん会に堀ちゃん質問です、はい、名前は呼ばれても結構です、むしろその方が誰からの質問か分かるのでいいかもということで、うん、姉現場で毎回のようにステージから降りて0番にいますが、なぜそうなったのかきっかけを教えてくださいということで、クータロさんです、お、はい、あ、さあ0番に、そうですね、ご一緒ライブご一緒させていただいた時にそのプロアのね最前度戦0番ですねになぜお前はいるのかということですよね、そうですね、分かんないです、空いてたんですよね空いてたというか空くんですよねこれ本当なんですよ、ちょっと聞いてください、これ本当にすごくて、何これ、0番っていうのはそのあの何あのめすごいこう前の真ん中ってこと、ね、それですステージ降りるんですよ、あなるほどね、はいはいはい、そこがちょうど開くの、なんかモーゼみたいな感じで本当に開くんですよあなるほど、うん、そうなんか堀ちゃんが降りるためにだけにそこの周りにいたファンの方々が避けるんですよ、本当に嘘ないんですよ、マジでびっくりします、すごいな、はい、うん、そうです、なんで私には分かんないです、開くんです回答は分からないとのことでしたそうだね、はい、開くから降りると、ね、それはまあそうだよね、はい、ということでした、はい、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあもう一個ぐらいかな、お、はい、はい、じゃあね、はい、これいきましょう、踊り手でありながら姉教 TO としてもおなじみの堀ちゃんですが、そんな堀ちゃんだからこそできる姉様最高ってことを30秒で PR してくださいということで、はい、ゆきかぜさんです、おー30秒、はい、30秒、おお早口オタクが
よし、では失礼します。30秒かどうかは知りませんが、はい、ちょっと失礼いたします。はい、はい、はい。じゃあね、まずね、皆さんご存知、顔が可愛いんですよね。とても。もう猫目がすごい可愛いんです。あとね、やっぱ目に、目が行きがちなんですけど、そこよりも、目の方が可愛いけど、わからんけど、口がキュッてなってるのがめっちゃ可愛いんですよ。わかります？みんなわかりますよね。そう。あとね、パフォーマンスはもちろんなんですよ。もちろんなんですけど、一番すごい押せる部分は、自分はなんか今何を頑張ってるかとか、どこに向かっているかっていうのをすごい明確にしてくださるような、すごいまっすぐなとこがね、すごい応援したくなるね、ポイントですよね。はい、失礼いたしました。なるほど。なんか可愛いっていう情報がほぼほぼでしたけど、うん、合ってますありがとうございます、はい、ということでした。はい、ゆきあちゃんありがとうございました。本当にね、あれちゃんってちょっと頭おかしいんですよ。ちょ、本当に頭おかしいんです。なんかその本当に私のツイッターとか見ていただければ分かるんですけど、あれちゃんって美人なんですね。美人なんですよ。で、踊りも上手いんです。なのにこんな感じなんですよ。なのにそう、なのにこんな感じなんですよ。あと個人的なお話なんですけど、マリちゃんが今後でツイッターのちょっと ID とかもケツの部分で申し上げさせていただくんですけど、そこの、ところにこう一番初めにこう固定してるツイートがあるので、その、ツイートを見ていただけたら分かると思うんですけど、マジでダンスうまいし、本当にダンスうまいし、曲ごとに、まあ、そのツイッターの内容とかも曲ごとに違う自分になることを意識してるみたいなことを、堀ちゃんが書いてらっしゃるんですけど、本当にその通りなので、はい、ちょっとでも気になった方、ちょっとオタク要素が今回は強かったんですけど、ちょっとでも気になった方は、ぜひぜひ、ツイッター飛んでみてください。よろしくお願いします。はい。というわけですけど、まあ、はい、ぼちぼちちょっと時間に差し迫ってまいりましたけれども、はい、はい、はい、どうしましょう、一旦 CM 行っときます。じゃあ一旦 CM でも行っときましょうか。はい、じゃあ一旦 CM でーす。サンライズオート、サンライズオート看板系のココだわ。突然ですが、お車にお乗りの皆さんにクイズだわん。定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえば、そう、エンジンオイルの交換だわ。定期的なオイル交換でお車を長く大事に、サンライズオートがお手伝いするわ。サンライズオート、はい、てなわけでですね、はい、はい、いろいろ今日も、はい、はい、盛り上がっていただきました。はい、さあ、というわけで、じゃあちょろっとだけ、告知的なことをちょっとさせていただきましょうかね、はい、ですね、先月、はい、久しぶりに仙台で、ホンダドライブで仙台公演やったんですけども、雪やら地震やらでちょっと来れなかった方がちょっとたくさんいたので、6月17日にまた仙台マカラでですね再公演になりました。前回は2時間半ぐらい滞留にやったんですけど、今回はまあそこまでやらないんですけど、オープニングで流れてる I don't wear mask 他いろいろまあギュッと濃縮してありますので来てちょうだい。はい、どうぞ。はい、姉です。7周年の企画いろいろ組んでます。あと5月29日に大塚でライブ出ます。詳しくは来週話します。以上です。はい、というわけでさあ、堀ちゃんいろいろ言ってもらおうかな。はい、失礼します。はい、はい、私は5、6、7、8月に数件ライブが決まっているのと、あと今ニコニコ動画公式会社のオーディションに今参加しておりまして、今週土曜日から
審査用のニコ生の放送を始めます。私のツイッターは甘エビラーメンと甘だけ漢字で、あとエビラーメンってカタカナ入れたら、ツイッターで検索で出てきますので、どちらも詳しくはツイッターの方ご参照いただければと思います。はい、というわけでございました。はい、はい、ありがとうございます。さあ、というわけでこれでもあれでしょう、また続くんだよね。そうです、来週もう一周ジャックしてるんで、はい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 、来週はどんな感じになるんですかね、これね。来週はあのただの教えて姉ちゃん企画です。なるほどね。はい、はい、というわけでございました。はい、今日はね、はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんか言い残すことありますか、大丈夫ですか。大丈夫、はい。はい、というわけでじゃあ提供行ってみようかな。はい、この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せ、シャワーエゾートワンワンワン地下鉄行動大根駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならワンコミュージックスクールの提供でお送りしました。はい、というわけでございました。はい、はい、いやね、いや、たまにいいね、こういう会はね、うん、そうなんです、やっぱ、はい、ゲストさん来るとちょっと花が花がありますよね、やっぱり。はい、そうね、うん、うん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 、でもわけでありがとうございました、本当に堀ちゃん。とんでもないです、こちらこそありがとうございました。はい、ちなみにちょっと私があのちょっと聞きたいだけなんですけど、どうでした。はい、あの初のラジオ出演っていうふうにお伺いしたんですけど、あれ、いや、そうです、人生初です。おー、マジか。人生初。え、マジか。そうですよ、こんな番組に。マジです、あれ。いやー、めっちゃ緊張した。全然そんな感じには見受けられないんだけどね。あれはね、ボルちゃんもう逸材なので、全然もう一人でマイク持たせたからずっと喋るみたいな子なので問題ないと思うんですけど。いや、そうなんですよ、話さないんですよ。話さないんですよ、いつもマイクの取り合い。困ったことに。そう、ね、よかった、非常によかったです。はい、というわけでございました。はい、はい、じゃあ今週はこのくらいにしておきましょうかね。はい、はい、また来週も聞いていただけたらと思います。それでは皆様、良い週末を。お過ごしください、また来週。バイバイ、バイバイ。